ゲンナジー、ロジェストベンスキー、ゲンナジーニコライエビチ、ロジェストベンスキーは、ロシア人指揮者。日本語名は寛容で、ロシア語では、ロジュジェストベンスキーが近い。ロシアモスクワ生まれ、音楽家一家に生まれ、本名は、ゲンナジーニコライエビチアノーソフであったが、職業音楽家として活動するにあたって、有名な父親ニコライアノーソフとの混同を避けるために、 母親の救世をもらい受けた。モスクワ音楽院で指揮を父親に、ピアノをレフオボーリンに指示。18歳の時に、ボリショイ劇場で、プロコフィエフのバレー音楽、シンデレラを指揮してデビューすると、早くも20歳で、ボリショイ劇場でのチャイコフスキーのバレーを音楽、クルミ割り人形の指揮で、高い名声を勝ち得る。 ソ連邦の作曲家の数々の作品を初演しただけでなく、ベンジャミン・ブリテンのオペラ、夏の世の夢をロシア初演した。1969年にピアニストのビクトリア・ポストニコワと結婚。1970年代後半から西側で活動する機会が増えたが、当時、名声のあるソ連の音楽家の相次ぐ亡命に神経を尖らせていたソ連当局は、 ロジェストベンスキーのソ連脱出を警戒して、1983年にソ連文化省公共楽団を創設、その音楽監督に彼を据えた。同楽団はソ連崩壊に伴い自然消滅するまでの間、彼の指導力のもと、ショスタコービチとグラズノフの公共曲全集のほか、シュニトケアを逃げる、ボーン・ウィリアムズの作品の録音に加えて、 ブルックナーの公共局を移行を含めて体系的に録音するという世界初のプロジェクトも実行した。1957年にボリショイバレーに帯同して初来日以後たびたび日本を訪れるようになる。1972年には大阪でモスクワ放送公共楽団を指揮してショスタコービチの公共局第15番のソ連国外所演をしている。 1979年、読売日本交響楽団と初共演、以後着実に共演を、重ね1990年には、同団の名誉指揮者に就任。長年ロシア音楽の普及に努めた功績が認められ、2001年秋に、君山党曲実中受賞を受賞した。2018年6月16日に、ロシア国立モスクワ音楽院が、ロジェストベンスキーが死去した旨を発表した。 87七ボーツ。死因などは明らかになっていない。ロジェストベンスキーは、結出した演奏レパートリーの幅広さを誇り、また長い指揮棒を用いることで有名である。そしてその演奏スタイルは、ロシア人指揮者の中でも1、2を争う爆炎形式者として知られ、ソ連文化賞公共楽団との、ショスタコービチ公共局第5番や、第11番などをはじめとする非常に、ロシア風味で、 悪の強い演奏を多く残している。さらに、BBC から出版されている旧、デニングラードフィルハーモニー交響楽団との、チャイコフスキー交響曲第4番、ベルリオーズ幻想交響曲などは、演奏者、観客ともに言おうとも言えるテンションの高さを誇る、音番として名高く、ライブ演奏において、観客を盛り上げる彼の卓越したパフォーマンス性と、 天性の才能を如実に表すものでもある。しかしながら、ただ爆炎一本調子に陥るわけではなく、様式を的確に把握する能力によって確固とした、形式感と造形力を前面に出しつつ、響きの宣伝を追求していることが、彼のファンを増やす要因の一つとなっていることも、否定できない。ソフィア・グバイ・ドゥーリナの公共曲、声、沈黙、スティマン、ファクマンは、 ロジェストベンスキーへの検定作品である。大規模な楽曲、特に公共曲の演奏を得意とし、公共曲全集の制作に至った場合も多かった。ありがとうございます。